ちょっと映らんけどオリオン座が綺麗。お、もう来たかな。社員さんが来ました。小黒さん、さあ電気つけるぞ。はい、今日は大晦日最後の一日になりましたね。え、よく頑張った、今日一日なんとか頑張ってね、最後まで締めたいと思います。バルソックが警備を解除します。よし、戦闘開始です。はい、大晦日の朝です。今日もたくさん餅が売れますように、イエーイ、頑張るぞ。さあ、タイムカードの計算をします。20何名バイト代、間違えないように詰めないとね。頑張れよ。はい、よし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 、はい、じゃあね。ポチッと直ろ。押し方が違う。来た来た。OK。第一秒 OK。うん。お雑煮が足らんかったな。あー、ほんとけ。お雑煮は全部空っぽやわ。うちまだちょっとあったのに。もう大丈夫やと思った。一声お声掛けください。はい、ご苦労様です。ありがとう。じゃあよろしく。さあ、頑張って売ってきてくれ。良いお年を。イエーイ。はい、83の母が頑張っておにぎり握ってくれてます。いつもありがとうございます。イエーイ。はい、タイムカードの計算終わって、今からお金を詰めます。その前にちょっと朝食を食べます。いつも83の母が作ってくれるおにぎりです。いつもありがとうございます。さて、お金を詰めていきます。いや、頑張ります。22人分かな。はい、これで社長の仕事は8割終わったようなもんでございます。はい、昨日やっぱりフリーで全部売れてしまったね。素晴らしい、花丸です。ペロッ。で、今日のオーダーです、ま、昨日の半分かな。よっ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 、とつきたて餅がもうそろそろ終わるので、そしたらすぐ大掃除にかかりますね。で、ま、
いろいろと洗濯物をここに入れて来年までに洗ってまた掛け持ちに備えたいと思っています。今から何するかって言ったら、お寿司のにける名札を書きます。37人分社員さんも含めて、最後は皆さんに、まあ大したお寿司じゃないけど、あの人気の折り詰めを皆さんにお配りしていますので、あの人数が多いので分からなくなるので名札を書いて、あのお寿司に貼っておきます。誰だ朝からまだ8時前やけど店開けてくれって電話がかかってきた。緊急に開けます。はい、大掃除開始中です。うぃー、頑張れー、ピカピカにしろよ。うぃー、頑張れよ。うぃー、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 声だけ声だけ酵素持ってうろうろしとるだけや。はい、はいよ、ごめんなさい、はい、お寿司届きました。はい、番号貼っていくよ。バブちゃんちゃん、ガムだな。はい、お箸置いていくよ。はい、お箸、はい、はい、はい、次とかな。よっしゃ、これ全部貼っていく、貼っていく、貼ってく、貼ってく。ちょっと、ちょっと貼ってくれる？貼ってください。はい。はい。イエーイ。貼ります。もうちょっと生貼ったらいい。全部生一個ずつ貼ってて、はいはい。貼ります。イエーイ。はーい、綺麗になった。後でお鏡飾らなな。一晩取ってたらあかんぞ。全部名前書いてあったんだ。藤井様まだ涼しいとこでいい。トイレの前っちゅうとかやった。ありがとうございます。はい、気づいたっていう。なんで音があるの？俺が出たここや。はい、一回餅つきも無事終わりました。イエーイ、来年も頑張るぞ。頼むぞ。撤収撤収。締め飾り飾ります。イエーイ、こっち来て、こっち来て、お外へ出て、よっしゃ、よし、あそこか。これの YouTube ファンからいただいた、だいたい葉っぱ付き。うえー、飾ってろ。うえー、イエーイ、ありがとう、拍手。
ファンからいただいた代替をここに乗っけます。乗るかおい。よいしょよいしょ。あ、落ちる落ちる。ちょっと無理があるかも。じゃあとりあえずこんなもんかな。なんか乗せ方違うような気もせんでもないけど、まあええか。詳しくはあの夢田くんのホームページに持ってください。お飾りの飾り方ホームページを作ってあります。えい工場の畳です。三畳しろしろと、これまた大体葉っぱいっぱい手で受け取りますいい。はい、2022年のもちっこも頑張って売ってくれました。たくさん売れました。イエーイ2022年のお正月もち商戦もこれで終わりましたね。なんとかね、怪我もなく皆さん無事で終わったのが一番でございます。 で今年1年林さんちの愉快な米作りチャンネルを見てくださったファンの皆さんありがとうございます、ね、そして、ね、たくさんの聖地巡礼と見てたくさんの水見物が届きました、ね、でお米の試食やらなんだらで結構皆さんに楽しんでいただけたかなと思ってますけど、また来年は新しく ER470 の 4PC の食味終了センサー付きのコンバインと、でついにガイアを、アゼネル機のガイアを購入したので、その撮影もあるので楽しみにしていてください。でまあ来年肥料が2倍になるとかということで結構大変な、年になりそうですが、林さんちもいろんな工夫をしてそのコストカットをちょっと実現したいなということで、まあ収量センサー付きのコンバインを購入を決めたわけですけどね、うん、なんとか来年皆さんと一緒に切磋琢磨しながらね頑張っていきたいと思いますので、これからも林さんちの愉快な米作りチャンネルよろしくお願いします。イエーイ、良いお年を。